メアリー・マッカリースはアイルランド第8代大統領。在任中にアイルランド経済の躍進と危機を体験した。北アイルランドのベルファストで9人兄弟の長女として生まれた。1973年、ベルファストのクイーンズ大学法学部を卒業し、翌年法廷弁護士として放送会入りした。1976年にマーティン・マッカリースと結婚した。 夫は、司会と会計士の資格を持つ、三児の母。1975年、ダブリン大学のトリニティカレッジ警法学教授に就任し、後に母校のクイーンズ大学ベルファスト研究処理事となる。またジャーナリストや、ラジオテレビのキャスターなども務めた。1997年の大統領選挙に、統一アイルランド党から立候補し、与党労働党を破って当選した。 この選挙においては、前任の女性大統領であるメアリー・ロビンソンが国民的な人気を誇ったため、その人気を背景に主要政党から複数の女性候補者が出馬した。同年11月11日、退任したロビンソン前大統領を継いで第8代大,大統領に就任した。紛争地域北たアイルランド出身者としては、初めてのアイルランド大統領である。 アイルランドの大統領の任期は7年で2004年9月14日に2期目に立候補を表明、対抗できる候補がなく10月1日再選が確定した。11月11日正式に2期目に就任している。1期目のマッカリース大統領の任期中にアイルランドはケルトの奇跡と呼ばれる経済成長を達成した。アイルランドは1973年に 当時の欧州共同体に加盟しているが、1992年から1993年にかけて、加盟各国で調印されたマーストリヒト条約により、欧州連合域内投資が次第に活発化し、また1997年以降は、折からの IT ブームに乗って、アイルランドの安い労働力、土地、税金を求めて、米国からも直接投資や、本社移転が相次ぎ、 2000年の経済成長率は10.7%を記録、米国でインターネットバブルが弾けた2001年でも6%台を確保している。このため賃金や地価も上昇し、一人当たり国民所得も2万1000ドルを突破した。アイルランドは長くイギリスの植民地支配に苦しめられた。 貧しいカトリック農民の国のイメージから一躍現代的な IT 立国に変身したことになる。2003年11月、ハルビン工業大学より名誉博士号を授与された。2005年3月に非公式で来日し、3月16日には東京大学で講演を行った。ありがとうございます。